ただいま。やっていきましょう。イースエイト、ラクリモサオブシルビアさんですね。やっていこう。さあ、圧倒的な強者の風格を漂わせるこのおばあさん、シルビアさんとのこと。あれ、フランツいるじゃん。喋ってたっけ、フランツ。フランツさん何してんの。喋ったっけ。警戒してるところ。うん。喋ってない気がすんな。ごめん、気づかなかった。精錬と。ああ、旦那様の研究ね。うん。浅はかか。はい。見たっけ。見てないか。あれ、なんか見た気がするな。あれ。ごめん、フランツさん。ちょっと。もう迎撃戦で日数経ってるからさ、現実時間だと結構大変だったからさ、強くて時間食われちゃったからごめんね。はい、じゃあやっていきましょう。シルビアさん、勝負だ。シルビア、お前を倒す。概要欄とか見ちゃダメだ。地獄編ってついてたらそういうことだ。どうだ、私との手合わせに付き合ってくれるかい。クエストを開始すると OK。 行きましょう。よし、来た。いっちょやろうじゃないか。怖いな。3対1で OK っていう時点でボスだろ、もはや完全に。師匠はまだね、手加減してた可能性があるけどね。師匠は、マスターゴリラは、多分、1対1で手加減してたんだろう。この人は手加減がない。勇猛なる、銀翼の鷹、シルビア、CV さくらやで、69歳。違うか、違うか、年齢つける必要ないか。さて、ここからは、剣と剣で語り合うとし、やだよ、対話しようよ。なんで対話してるんですか。動かない。どうした、シルビア。それかい、あ、60で弱くなったな、シルビア。あー、シルビア、延期しない。大丈夫か、そんなんで。いいの。おやおや、その程度僕には効かないな。痛くも痒くもない、シルビア。どうした、その程度か。あれ、なんか弱いぞ、思ったより弱いぞ。え、大丈夫か。え、てか、なんか俺ダーラちゃん連れてきてる。ダーラちゃんじゃない、リコッタちゃん。ガード、ビエビエですか。何それ、オーラは乗ってんだけど。ちょっと近づかねえ。よし、決めた。あ、だけだだけだけだけ。何それ、オーラは乗ってんだけど、怖っ。金魚か。無敵。あー、食らった。はい、広い。待って待って待って、この狭さに必殺技だろ。結局来ない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 、来てる来てる来てる。あ、でも大丈夫ねえな。アドルの技に似てない。あー、だけだー。金魚だから。金魚の落車効かないな、落車には。どれだけ戦いを戦い抜いてきて止まってんだ。され、シルビア、傭兵は猿のみだ。シルビア、借りなさい、シルビア。あれ、全然余裕だった。何これ。え、コナンでいいの。嘘。え、私たち強くなりすぎてる。衰えたな、シルビア。まあ、60レベルだったしな。さすがはアドルたちだよ。勝負は私の乾杯だよ。あれ、そうなの。もうちょっと見たかった。あれ、よっこらセット。あれ、なんか、すごい気合い入れてきたのに。予想外。疲れていらっしゃらないのですか。え、これクリア後本気モードとかないよね。シルビアかっこ本気みたいなのないよね。まさかまだ余力があったなんて。いやいや、こう見えてかなり消耗はしてるさ。そうは見えません。そうでないと困ります。これはラクシャちゃんじゃなくてアドルが言ってんだよ。そうでないと困ります。そりゃそうだ、何せお互い真剣に戦ったわけだからね。あれ、あっさりだったな。改めてお前さんたちの本気、しかと見そを受けさせてもらったよ。何やらこの先も試練が待ち受けてるみたいだが、今のお前さんたちなら必ず乗り越えられるはずさ。この私が保証するんだから、どうか自信を持つんだよ。わかりました。もしや僕たちを激昂するために手加減したのか。別にそれが全てじゃないさ。一度お前さんたちと剣を交えたかったことも確かだしね。シルビアさんの声がよくわからなくなっちゃった。ま、覚悟が決まってるんならこれ以上私が言うことはない。どうか最後まで突っ走るんだよ。どうもありがとうございます。了解です。おお、いいの、おいらくの剣なった。はいはい、ケイオスハンド。何これ。あ、いやー、すげえ、全員マジか。それはすごいな。
全員上がるっていうのは初めてだね。さすがシルビアさん。いや、先にシルビアさんやるべきだったな。迎撃戦やったせいで圧倒的なレベルになってしまった。迎撃戦で、ね、85レベルとかだったからね。どんどん上がっていったもんな、レベルが。バン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 上がっていった。何くれたの？あ、強え！これ一番強え！混沌を司る！いいのくれましたね。これダーダちゃんだな。ダーダちゃんだな。これをつけれるのはダーダちゃんしかいねえぜ。ダーダちゃんしかいねえぜ。つけようぜ。混沌を司る、イニシエの子で。何らかの状態上。ぷよ。いいですね。クソ強いな。そして。はい。マックスになったね。はい。いいよ。まあ、イベントあるんでしょ。好感度マックスイベントね。まあ、思ったほどではなかったのが、なんかちょっと個人的に、なんで負けてんの早くもなんで負けてんのこいつはなかなかのもんだね。だが、この私に最後までついてくるとは、さすがはアドルだ。うん、ちょっと声若いな。ちょっと声若いよね。もう、限界です。限界でも弱音は黙って飲み込むのが戦士ってもんさ。なるほど、バイト戦士に言ってください。しかし私もまだまだ捨てたもんじゃないね。10年前に決定的な老いを感じて一度は身を引いたが。ああ、そうなの。10年前に何があったの一体。この島へ来てからはなんだか若返った感覚があってね。若返っちゃった。確かに筋力は昔より衰えちまってるが、むしろ動きの無駄は減ったみたいなんだ。おー、なんかあれね、ドラゴンボールのスーパーサイヤ人2的な感じで、ね、その相手の形態変化です、ね、古代種相手の戦闘がどうにも効果的だったみたいだね。この人一番最初に健康、なんか若さの秘訣、健康の秘訣は適度な運動とか言ってたの。これのことだったんだね。恐ろしいわ。適度って何で、ここからが本題なんだが。本題こっからですか。実はついさっき心に決めたことがあってね。わざわざ伝授してくれたりしない？禁欲の鷹アドル、私はコロセウムに復帰するよ。生涯現役っすか。ちょっと待って、すげえ嫌な予感する。後のシリーズで出てくるんじゃねえのかな、これ。後の時間軸でコロセウム行くことになるとかあるんじゃねえのかな、そのうち。あ、本当ですか。確かに十分やれそうです。おお。お前さんにそう言ってもらえると自信になるね。実はこの10年ずっとどこかで引退したことを後悔していてね。ああ、したんだ。何があったの10年前に。だが老いを感じた。この島の環境とアドルたちのおかげでやっとこさ自分を取り戻せたんだ。そっか。そんなわけで島から出たら早々に復帰せんだ。殺せば湧くだろうな、あの禁欲の鷹がみたいな。次は死ぬまで現役を通す覚悟だ。いつかロムンに立ち寄る機会があれば。ロムンか。私の勇姿を見においで。ロムン帝国ね、まあ、立ち寄る機会ありそうだけどね。ロムン帝国ってなんかすごいよくわかんないけど名前いっぱい出てくるもんね。大きな王都でしょ。王都とか都でしょ。お前さんほどの剣士を埋もれさせておくのは正直もったいないね。いやコロセウムイコール埋もれてないではないですからね。あなたの舞台はそこだけど、アドルの舞台は未知の領域なんですよ。未知という場所がアドルの舞台なんです。どうだい、私の口利きでコロセウムに出てみる気はないかい。なんか後のシリーズでありそう。てかみんなそういうこと言うじゃん。ここってここに居合わせた人ってもしかして前シリーズっていうかイースセブン前の間に出てきてんのかな。時間軸が多分それより前だから、作中の21歳って。そういうこと。そっから引っ張ってきてるの。実力なら最強の剣闘士だって夢じゃないはずだよ。逆輸入版か。あくまでも冒険家です。いえ、なるほど、
お前さんらしいね。残念そうな顔してた。最高だよアドル。さすがは私の見込んだ男だ。ますます惚れ直したよ。ああ、まあっていうかシルビアさん旦那さんとかお孫さんいないの？ずっと戦い続けてる人がそういうのないの？そういうのとは疎遠だった、まあ、とにかく島を出るまでよろしく頼むよ。私も骨身を惜しまず力を貸すからね。見た目も性格もフィジカルも考えるとかなり若い頃美人だったと思われるんですけど、すっごいモテたと思うんだけどな。モテたっていうか強すぎて寄ってこないから、あまりにも強すぎて横に並べる男がいなかったってことだから、逆に自分に見合う男を探すためにコロセームにいたんだけど一人もいなかったみたいな、そういうとこない？大丈夫か？うん、気をつけていくんだよ、はい、ちょっと花粉症気味なんでちょっと声当てが若干うまくいってないですけど、なんかうまく発音できないっていうか鼻声になっちゃうけど、まあそれはいつもか。はい、じゃあ行くか落車ちゃん。ということで落車お嬢様の好感度マックスイベントです。さあ出れよ出れよ落車。アドル少々よろしいでしょうか？その今のうちに話しておきたいことがありまして。よし校舎裏行こう、大館裏行こう。よろしければ一緒に来ていただけませんか？拒否権はなし選択肢は出ない。さあ心のこもった告白でもラブレターでも構わないぜ。なんならキスでも構わないぜ落車。そのままバッて脱ぐのはちょっと怖いけど突然抜かれるのは怖いけど、ちゃんと腰がクイクイ動いてるのがちょっとセクシーで不思議なものですだね。ラクリモサを止められたとしてもこの村を去らないといけないのですね。永住しちゃう？二人で新しい国作っちゃう？それはそれで残念に思います。皆さんと作った村だからでしょうか。うん、このイース8の 3D モデリングのさ子たちはさ全員目がすごく綺麗なんだよね。素敵なんだよね。僕も思い入れはあるよ。落車も変わったね。そうでしょうか。あ悪くないと思ってる変わった自分を。だとすれば漂流村の皆さんとアドル、あなたのおかげですね。やばいこの落車ちゃんやばいわ来るわこれやばいな。ここへ来た時は父への思いや家のことであなたに当たり散らしてしまって、私は貴族で亡くなることが、貴族の誇りを失うのが怖かったのでしょう。それが父が最後に私に残してくれたものだから。おい BGM さんどこ行った？帰ってこい、やめろ。それなのにこの島で出会った皆さんと来たら、これだけいろいろな方が揃っていて、それぞれが自信を持って立派に生きている。いやムニエル校の自信の持ち方はどこから来るのかなと、オースティンとそこはすごい見習うべきとこかもしれないなと思ってるけど、俺も確かに。私はそれに翻弄されながらも気づかないうちに救われてきました。今の私なら理解できます。人はどんな状況にあっても誇り高く生きることができるのだと。だからあなたには改めてお礼を言っておきたくて。それが話しておきたいこと？もっと色っぺえ話かと思った言っちゃいたいなこういう自信を誇り高く生きてください。あなたは時々顔に似合わない冗談を言いますよね。中身違うんでねアドルに俺インストールされてるんで、レイジ君の時と一緒で俺背後に背後霊みたいにいるんで、幽霊みたいになってるんで、脅威合体してるんでね。全くもう、あお父さんに似てるの？この先何があっても後悔がないよ、伝えておこうと思っただけです。その確かに感謝以上の気持ちもないわけではありませんが。感謝以上ってなんだ、具体的に言ってくれ。感謝以上ってなんだ、感謝の上とは
わかんないふり。ランド。何でもありません。可愛いな。ドギたちが村を守っている間に、私たちも役目を果たさなくては。アドル、最後まで共に全力で戦い抜きましょう。いや、いいなぁ。ラクシャちゃん可愛いなぁ。風化雪月とか出てこない？ラクシャちゃん。風化雪月とかに出てきてほしいんだけどなぁ。風化雪月にもいなかったよね、ラクシャちゃんタイプは。イングリッドちゃんがそれに近いけど、イングリッドちゃん食いしん坊キャラだし、もうすでになんか婚約者いたし、なんかちょっと違うもんな。そういう点でやっぱラクシャちゃんいいなぁ。いいなぁ。シスターもいいよね。なんかこのゲームに出てくる女の子みんな魅力的だわ。男の子もそうだな。やばいね。全員キャラ立ちがいいな。リコッタちゃん可愛いしな。我が娘だしな。シスターやっぱこの落ちた感じがいいしな。アリスンちゃん言わずもがな可愛いし。美しいし可愛いっていうか、美しいし。カトリーン様は、まあ、どっちかっていうと強い女、気高い女みたいな感じのとこあるしな。いい感じだね。ダーナちゃんはもう言わずがな混沌の巫女。最高。これ難しいよね。このゲームで、誰が好きって言われると全員好きって答えざるを得ない。男の子のキャラも含めて。なんかそういう感じだよな。ちょっと、グリゼルダさんだけ、歌詞とグリゼルダさんだけなんか、プッシュが薄いかなっていうのを感じざるを得ないようなところあるけどな。うん。見てて思ったんだけどさ、キルゴールだけさ、激戦スキルがさ、意志のはずなのに必殺アップっていう、これ微妙に匂わせされてたんだな。ここで明らかにおかしいもんね、これどう考えてもおかしいよね。意志のスキルじゃねえもんな、完全に。リヒトだって回復系でしょ。回復系だもんね、全状態異常回復。そういうことなんだな。ちょっとそういう目線で激戦スキルちょっと見てってみるか、なんかわかるかもしれないわ。なんでこの二人は似たスキルってか、全く同じスキルだろ。貴族の意向を発揮するんじゃないよ、二人とも。何やってんの。グリゼルダさんの好感度だけ上がってねえんだよな。なんか物持ってたっけ、あげるやつ。作れたんだっけ。ないか。ってことはやっぱもう一ステージある感じかな、イメージ的には。そんな感じがするね。あれ、伊藤洋華堂ってどこにあんの。あれ、ちょっと待って。伊藤洋華堂はどこにあんの。伊藤洋華堂が出てないぞ。どういうこと。ダーナちゃんのクエスト、ツイッターもしくは伊藤洋華堂を探せってやつ。過去の世界か、過去世界なのかな。遺言でも、遺言か。あ、違う、大樹の寺院に思いっきり探ってるよ。大樹の寺院か。そっかそっか、そっちか。場所示されたわ。じゃあちょっと行ってみましょうね。なんかいっぱい出てるんですけど、オルガさん、オルガさん、どういうことですか。そんなにいっぱい残してんの、ここ。あー、今まで入れなかったけど、そういうことね。そういうことなのね。これで探していくためのあれだったんだね。ここじゃ、ここじゃ。初夏にはほとんど何も残っていない。これダンナちゃんの部屋だね。っていうか、本が残っていれば参考になったかもしれないの。ここダメってこと。探していくってことね。じゃあダンナちゃんで探していこうか。これ通過できるの？あ、できる。なるほどね。そういう感じなのね。だいたいこの辺だな。ほとんどこの辺だな。まあ、この辺に本集まってるイメージあったし、ね、何も残っていない。何も残ってないってことは、残ってるとこ探せってこと？これじゃないの？これじゃないの？明らかに。こっち？まあ、一応、ハズレを見ていくか。潰していくか。ほい。そうだね、じゃあやっぱあれだね。はい、石板だな。あ、一つだけ石板が残ってるみてえだな。サハとかどっか出てきた。お前、これはもしかしてオルガちゃんが最後まで調べていた資料なのかも。ちょっと待ってね。それらしい記述は、あ、これはツイッターの天書、聖者ウリアヌスが従える剣長の一話。そのものはかつて周囲から白い目で見られていたという。なぜならば晴れた日には雨になる、豊作の年には
飢餓になると見当違いを言うからである。だが後に全ての予見は正しかったと分かるのである。取りすぎるからっていうことで、よくできた日は、よく豊作の日は取りすぎて次の年凶作になってしまう。どこかダーナさんを思い起こしますね。ダーナさん、これはやはり、間違いなさそうかも。オルガちゃんが言っていたのはきっとこの鳥のことだよ。ガッハッハ、調べてみるもんだな。その鳥がどこに。だが、かの者に託すって言葉はどういう意味だ。まだ情報が足りないようだな。この賢者について調べてみよう。情報がありそうな場所を当たろう。賢者かな。パロじゃないの。パロ感があるけど、私が知ってるのは大まかな評伝くらいだし。そうだ、バハの塔に行けば何かわかるかもしれないね。みんなごめんなさい、もうちょっと付き合ってもらえるかな。なはは、もちろんだ。早速バハの塔を当たってみましょう。 OK、 バハの塔ね、行ってみましょう。これこれか。おー、この石板、これ何書いてある、よくわかんないな。読めるの、ダナちゃん。これか、意外なところ来たな。これは歴史について書かれた碑文だね。聖者ウリアヌスについての記述は。ウリアヌスか。あった、アロイスじゃない。聖者ウリアヌス、エタニア王国成立期に存在したというルル王の聖者。人々に慈愛を解き、幾多の戦乱を防いだと言われている。王都アイギアスの建造にも関わったとされ、王都の守護聖者として祀られていた。塔堂に並ぶレリーフは彼が従えた動物たちを表しているという。その中にいるってこと、鳥が。塔堂といえば町の中心にある巨大な塔のことでしたね。あそこいた、オタマジャクシみたいになってる。そんな言われがあったなんて。聖者ウリアヌスの従えた動物、県庁の一羽、青き鳥。オルガちゃん、まさか。どういうこと。考えるのは後だ、ともかく行ってみようぜ。どういうこと、いまいちピンときてないけど。オルガちゃん、どういうこと。ここだよね、そうだよね。このなんか靴だかオタマジャクシとかなんかよくわかんないやつ、顔面突っ込んでるオタマジャクシみたいな手配がかった鳥ってこれ、あ、君のこと。君でいいの、一発だったわ。鳥ってこれのことを言ってんのか。仕えた動物たちか、これが。たくさん動物に囲まれたんだね。これはなんて動物かな。これ草食獣じゃないのかな。これね。あ、なんか引っかかってる。これは今あった、これ、こんなこれ、オルガちゃん、肥沃のペンダントを手に入れた。そんな、オルガちゃんのだ。驚きましたね、こんなところに残されていたなんて。何それ、ちょっと待って、怨念が、ダーナちゃんの怨念が、ダーナちゃんじゃねえや、オルガちゃんの怨念が。あ、聞こえるか。そこにいるの、オルガ。 USB メモリーだった。動画再生ですか、動画再生してますか。あ、 YouTuber オルガちゃん。YouTuber オルガちゃん。これを見つけたということは、どうやら私は力尽きたようだな。すまないな、お前を一人にさせてしまう、それだけが心残りだ。お前と来たら一人で何をしでかすかわからぬし、私を死なせたと悔いているかもしれぬからな。だーな、お前は後悔しているか。大樹の真実を知ったこと、汚名に濡れつつも皆を守ろうとしたこと、胎児の巫女になったこと、
そもそも私やサライと出会ったこと悔やんではいまい。私も同じだ。だからよく覚えておけ。お前が私を思うように私もお前に感謝しているということを最後にそれを伝えたくてな。外が騒がしくなってきた。そろそろ私も行かなくてはな。ダーナ、お前は自分を信じて進むがいい。せめてこの品をお前に送ろう。私の残る履力を込めておいた。だから負けるなよ、ダーナ。またどこかで会おう。ダーナね、よかったな。やっとやっと受け取ったよ、ホルガちゃん。なんかオルガちゃんっぽいな。あまり多くを語らずって感じだったな。本当にダーナちゃんのことを思ってそのことだけ残していった。ごめんね、ちょっと取り乱しちゃって、ダーナちゃんにとったら眠っていたんだから一瞬だもんな。ついこの間のことのようなことだよね。オルガちゃんといたこと、綾野団長みたいなもんだもんね。本当に良かったな。力になれて光栄だ。良かったな。なんだかすっきりしたかな。オルガちゃんが死んでから私はずっと泣けてなかったから。ありがとう、アドルさん。ここまで付き合ってくれてこれでやっとオルガちゃんも一緒に戦えるよ。親友の離婚最大か。これで100ね。ダーナちゃん弱点 HP だったから助かるな。結構柔らかくて大変だった。え、これ装備アイテムとかいいこと？そういうこと？その言い方だと。あ、装備アイテム。粒子へのダメージ上昇。うわー、これは強いですね。どれくらいの倍率かわかんないけど。5000倍ぐらいだろうな。5000倍ぐらいなんだろうな。オルガちゃんの力を信じるならば。まあ、オルガちゃんだったら5000倍から2万倍ぐらいの間だろうな。振れ幅的には。な、オルガちゃん。そうだよな。さあ、やれることは、結構もうやり尽くした感はあるので、今やれることはね、魚とかも探したいけどちょっと自力だと時間かかりすぎるかなっていうんで、まあ今かじゃないかなっていう気はするんですけど、あと3匹ね。まあそんな形で、じゃあ次回よりいよいよ本編進めていきましょうということで、一旦このパートはここで終わります。ありがとうございました。ありがとうねー。